はい、こんにちは、魚屋です。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日は YouTube、皆さんたくさん見ていらっしゃると思うんですけども、スマートフォンで YouTube を高画質で見る方法。また、YouTube を見るとやはり気になるのはパケット消費ですよね。パケット消費を抑えて見る方法をやってみたいと思います。YouTube を毎日たくさん見る方には参考になると思います。初心者の方でも分かりやすく丁寧に説明しようと心がけていますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、スマートフォンの使い方、格安SIMの使い方、いろいろなガジェットの紹介等、たくさん動画をアップロードしています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本題に入りたいと思います。それではやってみたいと思います。まずですね、YouTube 全体の全部のですね、画像を設定する方法からやってみたいと思います。YouTube をタップをします。ただこちら、上にですね、自分の顔のマークとか、自分のアイコンがあると思いますので、こちらをタップをします。そうしましたら、ここにですね、設定というのがありますので、こちらをタップ。そしてこちらの方にですね、動画の画質設定というのがあります。こちらをタップをします。で、こちらにですね、すべての動画に適用されるデフォルトのストリーミング品質を選択します。動画ごとのストリーム品質はプレイヤーのオプションで変更できますと書いてあります。つまりですね、こちらの方ですべての動画に対してですね、設定ができますということと、個々の再生中の動画に対してはですね、そちらの方でも設定ができますというふうに具名が書いてあります。で、こちらがですね、まずモバイルネットワーク使用時の動画の画質というものと、こちら Wi-Fi 使用時の動画の画質というふうにあります。モバイルネットワーク使用時というのは、ドコモさんの通信とか、ソフトバンクさん、au さんの通信、またですね、格安 SIM の通信、私の場合はですね、楽天モバイルとマイネオさんが入ってるんですけども、そちらの方を使ってですね、動画を見ている時の品質になります。いわゆる、まあ、外で、家の中の Wi-Fi を使っている時ではなくてですね、外で見ている時というふうに考えていただけるといいんじゃないでしょうか。そしてここにですね、自動、高画質、データセーバーというふうにあります。で、こちらの方のですね、自動というのはですね、使用状況に応じて最適になるように調整されていますというふうになっています。ですから通信のですね、その時のスピードとかによってですね、画質が自動的に変わる。ということになります。で、高画質というのは、まあ、綺麗に YouTube が画質が高画質で見れるわけなんですけども、ただしですね、データの使用量、パケットですね、の消費量が多くなりますということになっています。あと、データセーバーというのはですね、画質は低くなりますけれども、データの使用量、パケット数のですね、消費が少なくて済むということになります。ですからですね、綺麗に YouTube を綺麗な画質でですね、YouTube を見たい。まあ、パケット消費、それほど気にしない。パケットの契約をですね、たくさんしていて、まあ、特にそこら辺気にならないよっていう方にはですね、こちらを設定しておくといいと思います。あとですね、データセーバー。パケットがですね、結構使っていて少なくなってしまったとかという時にはですね、こちらのデータセーバーにしてですね、画質は低いけれども、まあ、YouTube は見られるという形にとしておくといいと思います。それでこちらの方はですね、Wi-Fi 使用時の画質で、まあ、Wi-Fi の場合はですね、まあ、特にパケットの制限がなければですね、こちら高画質にしておくといいかなと思います。それでですね、実際にですね、これ今自動にしてありますけれども、これでですね、通信の状況によってですね、どのように画質のですね、設定が変わるのかというのをですね、確認してみたいと思います。こちらのスマートフォンは、OPPO Reno 3A というスマートフォンで、デュアルSIM、いわゆる2つのSIMが入るので、通信会社さんはですね、楽天モバイルさんとマイネオさんのSIMが入っています。ですから、こちらの設定でですね、この SIM カード及びモバイルデータを見ていただくとですね、ここで切り替えができるんですね。今は、楽天モバイルさんになっています。あとはマイネオさんでこういうふうに切り替えられるんですけども、今ですね、マイネオさんの方は、まあ、通常の高速スピードで使っています。それで楽天モバイルさんの方はですね、このですね、アプリの中でですね、
高速低速の切り替えができるんですね。こちらなんですけども、こちらのスイッチをですね、入れると高速で使えます。こちらのスイッチをですね、このように切っておくとですね、低速で、まあ、こちらのパケットの消費がせずにですね、使えますので、こんな感じで使っているんですけども、低速の場合、1Mbps のスピードになっています。このスピードでですね、どのように YouTube の画質が変化するかというのを確認してみたいと思います。まずですね、こちら、マイネオさんに切り替えて、マイネオさんの方からやってみたいと思います。YouTube をですね、一度これちょっと終了しておきます。もう一度開きましてですね、ちょっと私の方の動画で失礼します。それでですね、今、これ再生がされているわけなんですけども、ここをタップをしてですね、ここに3つの点がありますので、こちらをタップをします。あと、ここがですね、画質の状況が今出ているんですけども、480p というふうに出ています。こちらですね。で、ここがですね、自動で今なっているんですけども、ここの画質というのがですね、これ 480p というのはどういうことかというとですね、ここの詳細設定、こちらからも選択はできるんですけども、144、240というふうに一番上が1080というふうになっています。これ数字が大きい方でですね、高画質で見ることができるんですね。これでですね、自動で選択されて 480p で再生がされているということになります。今度はですね、楽天モバイルさんの方の通信に変えてみたいと思います。こちらの方はですね、通信スピードが遅いので、こちらでやってみます。これ切り替えました。では、YouTube 一度これ、終了しまして、もう一度立ち上げて確認してみます。こちらですね、見ていただけるとわかると思うんですけども、360p で、先ほどのですね、マイネオさんのですね、480から一つ下がったですね、画質で再生がされています。こんな形でですね、自動的に切り替わっているみたいです。そしてですね、今度は高画質にしてみますけれども、こちらの時もその時のですね、通信の状況によってですね、変わっていくみたいです。これに切り替えます。通信をですね、マイネオさんに切り替えます。そうするとここですね、今、720で再生されています。これマイネオさんの方のSIMですね、早い方のスピードになっています。では今度ですね、楽天モバイルさんに切り替えてやってみたいと思います。そうしますとこちらですね、画質が 480p ですね、で再生がされています。こんな形でですね、通信の状況によって切り替わっているみたいです。それでですね、こちらの方の設定でですね、画質の変更しますと、再生される全部の動画に対してこちらの設定になるんですけども、個々の動画に対してはですね、今ですね、やったようにですね、こちらを再生していてですね、こちらの方の点をですね、3つの点をですね、タップしますと、ここでですね、画質の設定っていうのができますので、こちらでですね、自動高画質データセーバーですね、と詳細設定でここでですね、もう具体的に画質を設定してですね、見ることもできます。そしてこの画質というのが、スマートフォンでですね、まあ問題なく見られる画質っていうのは一体どのくらいかっていうことなんですけども、これはですね、一般的に 360p あればですね、大体問題なく見られるというふうに言われてるんですけども、ちょっと実際にやってみます。横画面の方がわかりますので、こちらでちょっと見てください。画質をですね、ここで変更します。一番ですね、画質が、まあ、荒いと言いますか、144でやってみます。そうしますと、ここの字幕を見ていただきたいんですけども、こんな形でですね、ちょっとこういうふうにはっきり出てないですね。こんな風な画質になります。顔も結構ぼやけて見えると思います。画質を変更します。それで240にします。240にしますとですね、まあそこそこここのですね、文字もですね、見ることができます。ただこちらの方の画質を見るとですね、少し全体的にはっきりしない感じになってます。次に360に変えてみます。こんな感じですね。まあ字もですね、はっきり見えてきますし、まあ、特にですね、ここら辺もですね、まあ、こういうふうに見てる分にはですね、
まあ、支障なく見れるというか、そんな感じだと思います。ではですね、720にしてみます。そうしますと文字もですね、くっきり見えますし、まあ、全体的にですね、非常にシャープに見ることができます。ですからですね、まあ、360p 以上のですね、状態であればですね、スマートフォンの画面の大きさによってもですね、変わるかと思うんですけども、差し支えなく見られる画質だと言われています。はい、ということで今日は YouTube の画質の設定をやってみました。この機能は以前は再生中の動画に対して設定ができたんですけども、全体の設定はできなかったんですね。それがですね、今年の4月頃にこの機能が追加になりました。もしよかったら利用してみてください。はい、ということで、このチャンネルではこのようにいろんな動画をアップロードしています。ぜひぜひチャンネル登録、そしてですね、最後にこちらのいいねボタンをよろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。さようなら。